米男子ゴルフツアーのジェネシス招待は18日、日本時間19日、リビエラ CC7322 ヤード、パー71で最終日が行われた。7位で出た松山秀樹、レクサスは9バーディボギーなしの62で回り、通算17アンダー。6打差を大逆転しての米ツアー9勝目をマークした。タイガーウッズ、米国、 もう決着直後に、実に特別なもの、と6打差逆転部位を絶賛している。松山は出だしから好調、1番パー5から3連続バーディーを奪うと、後半も10番からまたも3連続バーディー。首位争いに顔を出すと、15番パー4からこの日3度目となる3連続バーディー。ボギーなしと安定感もあり、62のビッグスコアで大逆転を果たした。優勝直後、 ウッズも自身の X で松山を祝福。秀樹松山、ジェネシス招待での素晴らしい優勝おめでとう。とつづり、プレーについては1日中見ていたけど、62という記録を更新し、6打差からの逆転劇は実に特別なものだった、と絶賛していた。松山は2022年1月のソニーオープン以来2年ぶりの復活優勝。チェキョンジュの記録を上回り、 アジア勢最多の9勝目となった。ウッズはこの大会に参戦していたが、2日目途中に棄権し、その後インフルエンザ感染を明かしていた。